ダカとはマイクロソフトウィンドウズで動作するラサ系の圧縮回答ソフトウェアである。DLL が不要であり、回答だけでなく圧縮もドラッグドロップ操作で可能となっているためインストールや使用時の操作が簡素である。また多くのパソコン関連雑誌、書籍のフロック CD-ROM にも収録された実績もある。ダカにはいくつかのバリエーションがある。 中1.20にバッファーオーバーフローによる脆弱性が発見された。これを利用してアタックするラファイルの実在も確認されている。その後、これを対策した1.23が2007年7月13日にリリースされた。翌日、2007年7月14日に 0.7K や 0.9K に同様の問題に対策された。 バージョン0.76と0.97がリリースされた。ラカ公式サイトにて配布されているすべてのラカは、バッファーオーバーフローの脆弱性の問題に対策済みとの発表がされている。なお、ローハプラスにも同様と思われる、バッファーオーバーフローが存在したが、2007年11月21日にリリースされた1.56で、すでに対策されている。シマンテックセキュリティレスポンスウェブログ。 Beware of LZH HAT 中におけるバッファーオーバーフローの脆弱性。ありがとうございます。